今日は8割の愛くんが皮膚病にかかって完治するまでの映像をお届けしようと思います。ちょうど1ヶ月前愛くんがこの顔で突然現れました。ほんとびっくりしました。このことを近所の猫の保護活動家の方に話すと、薬を投与してあげるよということでしたので、すごく安心しました。ちょうど薬を通して1週間目ぐらいです。毛が抜ける症状は止まったような気がしますが、まだ顔や首の周りの毛が抜けて、まあ自分で引っかいたんでしょうけども、首の傷などが痛々しいです。これは約3週間後なんですが、鼻がまだ黒いシミがあります。でも顔や首の周りの毛が新しく生えてきて、驚くくらい綺麗になりました。描くこともなくなったようで、顔もなんか丸くなったような気がします。ちょうど皮膚病治療から約1ヶ月後の映像です。ほぼ完治してると思えます。食事もほとんど残すことなく、たくさん食べるようになりました。泣き声も結構泣いて食事を欲しがりますし、この映像で見えるように首や体、顔ですねの毛もふさふさ新しい毛が生えているように見えます。もう完全に傷は見えません。ほんと良かったと思います。これからも8割の愛くんを見守っていこうと思ってます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。